その時に彼はやっぱり何したかって言ったら、仕事の量は質を上げると、人の場合働こう、それは置いといて、ちょっとあの皆さんが考える機会になったらいいんじゃないかな。起業したかったら1位を取って会社を辞めるか、頼むから辞めてくれって言われて会社を辞めるか、どっちかしろと。そのぐらい起業って大体楽なことじゃないってね、そのぐらい覚悟がいるって。大谷入り子の一言言いたい。やはりね、今ね話題になるのがね、働き方改革なんですよね。まあ、いい悪いは別として、その働き改革ができたことでコミュニケーション取りにくくなったとかね、働き方改革ができたことでなんかいい商品が作れなくなったっていう方もいるし、一方でそらそやもう時代はそういう時代なんだと、いつまでもね24時間働けますかのリゲインの時代じゃないんだと、効率よく仕事して効率よく終わらせて、ね、新しい勉強するとかする方が大事だって、これいろんな意見があります。それは置いといて、ちょっとあの皆さんが考える機会になったらいいんじゃないかなっていう話をしたいなと思います。まあ、その日本の料理人の中でやっぱり小西さんっていうことね、この人はココシャネルの最後の晩餐のなんか食事をパリのリッツ、パリのリッツで初めて働いたっていうね、あのシェフがいるんです。その人の話を聞かせていただいたことがあるんですよね。このシェフがおっしゃったのは、彼はその料理になった時に、僕はいつかフランスのリッツで働きたいです、リッツのねシェフとして働きたいですって言ったらしい。その時に上の料理人の人たちは言ったらしい、お前10年早いと、10年待ってられへんと。じゃあどうしたらいいかって、僕は人の倍働いたと、そしたら数年で行けた、だから10年かかるところを人の場合働いたら5年で行けるんやと、そしたらその別の5年を使えるやないかって言われて、でも今それを自分が部下に言ったらもう完全にパワハラやと、絶対そんなもん言われへんと。でこれと同じことを言われたのが、あの伝説の社員になれとかって書かれた土井英二さんとね、 彼はもうこんまりさんを含めスーパーね著者を世の中に出してる出版プロデューサーね、土井英二さんも言ってました。最初彼もサラリーマンやってた時に、いつかは僕は自分で独立して自分で会社作ってビッグになろうと思ってた、伝説の社員になろうと思ってた。その時に彼はやっぱり何したかって言ったら、仕事の量は質を上げると、人の場合働こう、とにかく量をこなしたら質が上がると、で質を上げる社員になろうと思ったっていうね、まあ、彼は伝説の社員になれっていうね本なんかも書かれてますけれども、で私たちが意識してきたこと、私たちが教えられたことっていうのは、起業したかったら1位を取って会社を辞めるか、頼むから辞めてくれって言われて会社を辞めるか、どっちかしろと。そのぐらい起業って大体楽なことじゃないってね、そのぐらい覚悟がいるって。これ結構でもね、皆さん起業された方はもう今やから俺分かるわっていう方結構多いと思うんですけれども、その中で私の知り合いでやっぱり石井さんというね、彼は日本のもうね皆さんが言ってもファイルメーカーとかの日本支社長をされた方なんですけれども、彼なんかもその外資系の会社の社長をする中で数字上げていかなきゃいけない、じゃあ何したか、とにかく決定権の持つ人とアポ取らなきゃいけない。でも決定権を持つ人とのアポってね、非常に難しいの、日本、特に日本ってね、なんか順番にで、なんか営業っぽかったら切られるみたいな。そこで彼は何したかって言ったら、駅で出待ちをしたらしい、ね、で偶然を装って、あ、何々部長もこの電車でしたかみたいなね、でその会社面の道のりを喋って、まあ、クロージングしていったっていう話があるんですけど、今はそれをやれと言えばパワハラになります、ね、人にやれとは言えないけれども、考えてもらえるきっかけにはしてほしいの。自分はどこまで上り詰めたいのか、自分はどこまで行きたいのか、いやいやそんなんいらんよと、僕はね9時5時での人生でいいんだよっていうの、それを選択して、いやいや中にはいてますよ、私の仲間で、
俺は9時5時の人生でいいなって思ってないと。俺はリモートワークで要領よく仕事したい。最近このメンバーがめっちゃ増えてきたんですよね。もうね、会社の、ね、通勤時間もいらんし、リモートワークでとにかくね、こなせばいいって言われたことはしっかりやると、責任持ってって、でも手は早くなりたいと、とにかく一時期は頑張ると。で、人が8時間かかる仕事を4時間で俺は仕上げてみせると。で、仕事してるふりして家で4時間別のことに使うねって言ってるビジネスマン、私の周りめっちゃあります。でもどうも私の周りだけではないみたいですね。最近私ここならにハマっております。絶対これは素人ちゃうぞ、絶対これはね、ここなら増えましたよね。動画編集しますっていうね、もうここならで動画編集する人どんだけ増えてるの。で、これなんかも一つの考え方ですよね。そうやって時間を有効に使って得たお金でまた新しいソフトを買うとか、新しいところに行くとかって。で、なんでこれ私はリアルに言うか、皆さんの時間はみんなの時間です。働き方改革でもらった時間も24時間ね、でも自分で使える時間も24時間なんです。どう使って何するかってすごい大事で、私たち今ね、いろんなところに遊びに行くとかね、そういうことも当然 してます。コミュニティですからね。めっちゃ増えました。ビジネスマンで副業やってるメンバー、今統計的には 50% はやってるんじゃないかと言われてます。で、あるメンバーは、僕ね、会社の年収は350万でも副業が400万ぐらいあるんですよっていうメンバーいてます。で、それがあるからこうやってゴルフにも参加できるんです。で、会社の給料だけやったら できないですけどねって言ってるメンバーもいます。だから今回皆さんに考えていただきたいのは、皆さんの24時間をどう使うか、働き方改革をどう利用するか、ね、ただ単に働き方改革で言われたことだけやってるか、いやそうやないと、このもらった時間を学びに使うのか、人脈作るのに使うのかっていうので、人生って変わってきます。そして今タレント業界でも働き方改革の新しい波が来てます。この間もね、ちらっと話したように、もうね、本当に大谷さん、もうマネージャーが僕の心の支えにならなくなったんですと。時間が来たら帰ってしまうんです、ね、今のどうやったって言うてもね、もうマネージャーいてない。そしてしかもね、言われるんです。マネージャー帰っちゃってるから、次こんな番組の企画があんねんけどって。今までだったらね、タレントと直接喋らさないっていうのはマネージャーの仕事やったんです。で、マネージャーがギャラのね、ギャラも決めてスケジュールも抑え、でもマネージャー帰ってしまったから、僕がギャラ決めなきゃいけないんでしょうかねって、知らんがなって言ってたんけど、な、思わずね、僕タレントがすぐ言うてしまうんです。ギャラどうしましたみたいな、いくらでもいいですから、その番組出してください、言うてしまうんですよって言ってね、笑ってましたけれども、働き方改革をどう捉えてどう動くかっていうのを、働く側も考えなきゃいけない時代になってきたのかな。そんなことを分かって法律決めてますか。私は偉い人に言いたいなと思います。もちろん働き方改革を推進している国民民主党です。クレームのある方はこちらにお願いします。